J1 第7節サンフレッチェ広島戦レビュー。マリノスは前節から6人変更。一方広島は前節初勝利を挙げたメンバーからほぼ変更なし。序盤こそ小池雄太、エーベルのところで打開し前進する機会があったものの、それ以降は広島の素晴らしい守備に圧倒され全く前進できませんでした。広島は野上、荒木、佐々木の3バックや塩谷、野津田のダブルボランチが対陣で圧倒。それだけ潰してくれるなら前の選手は自信を持ってハイプレスをかけられるという広島の好循環にまんまとハマってしまった印象。また藤井の圧倒的なスピードや動き出しのいい森島、三津田を捕まえきれず決定機も多く作られる非常に厳しい試合となりました。マリノスとしては広島のボランチやウィングバックとセンターバックの間のスペースを作り出せなかったことで前向きにプレーさせてもらえず今回は完敗ですね。ただ次節はすぐにやってきます。鬼門アウェー鹿島戦です。 ECL 前最後のリーグ戦に勝利しいい形でベトナムに向かいたいところです。私たちも切り替えて応援しましょう。 J リーグお決まりチャンネル。